HOBSD ユーザーズグループの川村と申します。今回はフグ板の話をまた5年ぶり3回目ということでやらせていただきます。よろしくお願いします。まずフグ板という名前なんですけども、まあこれ OpenBSD っていう OS をですねベースにしたライブ CD とかライブ DVD とか USB とかライブシステムなんですけども、まあフグっていうのは OpenBSD のあのハリセンですかね。あれで、まあ、CD とか使ってたので、いたという名前です。で、今回は、的にあんまり難しい話はですね、しませんで、まあ、大体どんなものなのかっていうのと、あと、活用事例を時間が許す限り紹介したいと思います。下に URL ありますけど、ここに今使っている資料ありますので、そちらをご覧いただいてもいいかなと思います。まず最初にじゃあ OpenBSD という OS。まあ、実際使われたっていう方はひょっとしたらあまりいないのかもしれないので、概要だけちょっとお伝えしたいと思います。まずですね、ウェブサイト、公式のサイトを見ますと、目標は移植性、標準への準拠、正しさ、先進的なセキュリティ、暗号機能の統合って書いてあります。で、正しさっていうのは、コーディング的に正しいっていうことですね。それから、あと、先制的なセキュリティっていうのは、まあ、セキュリティホールとかが、明らかになる前に、まあ、コードを監査して、見直して、やばそうなとこは、あらかじめ直しておきましょうと。というスタンスですね。まあ、そういう、目標があるので、結構、プロジェクトの中で自前で作りましたっていうのが、かなりいっぱいありまして、で一番やっぱり有名なのが OpenSSH ですかね。で、これ以外にも結構いろんなデーモンとか、ネットワークデーモン関係とかでですね、コマンドとかで、独自に作ってあるとか結構あるので、動いてるプロセス見るとちょっと Linux 使ってる人なんかは見慣れないものがいっぱい動いてるなという印象を持つかもしれない。であと、これ結構地味なんですけども、ドキュメントを非常にやっぱり重視しておりまして、だいたいマニュアルページ見ると、大概のことは、分かるということです。で、例えば例を挙げますと、リリースっていうページがあるんですけど、これ見てその通りやると、FTP サイトに当たっている、配布パッケージと全く同じものを作れたりとかですね、ドキュメントは結構完備しています。まあ、BSD 系の全体的に割とそんな感じですね。で、あと、まあ、ちっちゃくてシンプルっていう、まあ、今の、基準で言うとそういうことも言えるのかなと思ってます。フリーインストールでだいたい1ギガぐらいですかね。X とかも入ってます。で、エトセの下を見ても、まあ、設定ファイルとかそんなに、多くないですし、文法自体も結構単純だったり。で、あと、これはどっちかというと欠点なんですけども、パフォーマンスの追求はあんまりやってないので、優先度低いので、ベンチマーク取るとだいたい他の OS に負けます。ただ、他の、当然負けるとは言っても、あんまり、使っていてそんなに不便は感じないですね。で、じゃあ、あとフグ板というのは何ですかという話なんですけども、まあ、その OpenBSD をベースにしたライブ DVD とかライブ USB とかライブ SD とか、まあ、そういったものですね。で、実際、動かしてログインすると、中身的にはほとんど、その OpenBSD とほとんど一緒なので、まあ、あんまり、違いはないかな。ただし、ライブシステムで、ファイルシステムの構成は全く、というか、かなり大きく違っていて、ここはちょっと気をつけないといけないかもしれません。それから、あと特徴としてはですね、起動モードがいくつかあって、まあ、その動かしたものを、あと、名前つけて、USB に保存して、まあ、あと、次に動かしたときにもう一回読み出したりとかっていうのは、まあ、サポートしています。あとは、使いやすくするためのルールをいくつか提供してますっていうところでしょうかね。で、じゃあどんなメディアとプラットフォームでやってるのかということですけど、まず ISO イメージですね。こちらが、DVD に書き込んで普通にライブ DVD として使うやり方と、あと内蔵のディスクですね。そこのパーティションに置いといて、このまま置いといてそれを使うっていうこともできます。それから、あとは、生のディスクイメージ。これは、まあ、USB とか、に書き込むようですね。他の、ライブシステムと一緒です。あと、ラズパイ用にはターボールで、供給してまして、これは、ブートローダー SD に書くのと、OS 本体
は USB に書くっていうふうにしないといけないので、アーカイブファイルになってます。で、先ほど説明したあのファイルシステムなんですけども、まあ、これ実際こういうふうになってますという話なんですけども、まあ、Linux や BSD 使っている人は普通のものを使っている人は、うんと思うかもしれないです。まあ、こういう感じになっているということですね。まあ、メディアをマウントしているのとメモリファイルシステムとありますということです。で、これも先ほど説明しましたけど、起動モードが全部で6つかあるんですけど、まあ、主なもので言うと0が普通にライブシステムとして動きます。で、1番はもうちょっと、縛りがきつくなって、ホームとバール以外は全部リードオンリーになります。その代わり、リソースがちょっとちっちゃくて済みます。2番目はです、今度逆でして、全部メモリで動くので、この動作、このモードで動かすと、USB とか、DVD は外しちゃっても OK っていう。で、3番目はですね、そういったものを、一回保存して、じゃあ次に動かすときに読み出すよっていうモードです。モード3ですね。まあそんなような感じになっています。であとは、サポートするツールのお話なんですけども、今説明した、USB にファイル保存するための、機能と、あと、ライブ USB のリマスタリングですね。もう一個作りたいというときに、USB メモリサイズに合った、パーティションのサイズとか指定して、やるというような、機能があります。あと、その保存領域作るとき、一応暗号化もできるようになっています。もう一個は、これはあれですね。インストーラーですね。デスクトップ環境、これが使いたいと。で、日本語も入れたいというときに、まあ、簡単にして、メニューで指定すれば、できると。という簡単ツールですね。ということで、あと以降はじゃあ、ちょっと事例を見ていきたいと思います。最初は、この今使ってるデスクトップなんですけども、まあ、ロックスファイラーっていう軽量のデスクトップ使ってるのと、あと、立ち上げの時に、ライブシステムなんですけど、何でもかんでも聞いてこないように、する設定がしてありますので、普通の PC と同じように勝手に立ち上がると。ただ、シャットダウンした時は、データ保存をして立ち、下げになります。で、今この上でですね、Firefox を動かして、そこで Zoom に、接続しています。先ほどの海老原さんの説明と一緒で、このブラウザはですね、FreeBSD を名乗ると大丈夫だということが分かったので、Zoom 的にはですね、FreeBSD は OK なんだけど、NetBSD、OpenBSD はダメよっていうことにどうもなってるみたいなので、まあ、それでやってます。あとカメラとか、音声は普通にサポートできたので OK でした。で、2個目なんですけども、これは、さっきの今説明したデスクとかもうちょっと簡単にしたやつで、まあ、高齢者向けって言ったら、まあ、具体的にはうちの親用ですね。で、まず、ログインがありません。いきなりこのデスクとかになります。で、アイコンに見えてるのがイコール機能で、それ以外のものはありません。で、電源スイッチをポチッと押すとシャットダウンします。で、電源ぶち切っても大丈夫です。というものです。3番目。あ、これは、前いた会社で、作ってみたやつなんですけども、これ一緒ですね。デスクトップの代わりに専用アプリがドンと、画面で開けますよっていうものです。で、次が、これはシステムとして作った中にいくつか入れてみましたというやつで、この、右のシステム図のフグマークがあるやつがフィルターですね。これで、ラックとかに入ってるんで、基本的にヘッドレスになって動いてるのと、あと、外部のメディアを挿してるんじゃなくて、内蔵のハードディスクにインストールしてあります。まあ、ライブ HDD みたいな感じで動いてる。で、これがちょっと今、作ってるものなんですけども、工場の中にいっぱいセンサー、温度センサーがあって、それをまあ統合監視したいと、左下画面ですね。それをまあグラフで見たいというようなものがありまして、それをシンクパッド1台でサーバーを立ち上げてデータを収集して、グラフで出しているというものなんですけども、結構これ見てもらうと分かるんですけど、なかなかレガシーなスペックでして。で、実際これ立ち上げてみたら USB で立ち上がらなかったので、立ち上げは、ライブ CD でブートしてカーネルを上げて、運用を途中から、ライブ USB にスイッチしてると。まあ、こういう使い方もできます。で、当然データに関しては USB メモリにセーブしてます。
いうものですね。これは我々のウェブサーバーですね。www.ebugjp。これ、ラズパイ3と、64GB の USB メモリで動いてます。ただ、USB だとどんどんガンガン書き込んじゃうと寿命が来ちゃうので、コンテンツとかログとかはほぼほぼオンメモリで動いてます。で、USB メモリの書き込みをですね、減らすためですね。で、大体、実際測ってみると、1日に4から5メガバイトぐらい、まあ多い日、もっと多い日もありますけど、このぐらいなんで、まあしばらくは、まあ、数年間は持つかなという感じですね。で、もちろん、これ、止まっちゃうとなくなるので、USB メモリと他のホストへのバックアップはやっておりあと、これいくつか、外国の方でこんな使い方してますよっていうのが、いくつかあったんで、ご紹介します。1個目はですね、これなんか学校で使ってますっていうお話がありました。で、コンピュータ関係のなんかものではなくて、ナショナルセキュリティって書いてあるので、国家安全保障のクラスで、コンピュータのセキュリティ関係のなんか実習なんですかね、そんなようなもので使ってますと、いうことでした。それでその事業用にちょっとカスタマイズしたいのでやり方を教えてくれみたいな話が来て、それで、聞いたらまあそんなことだったということですね。で、2番目はですね、これアメリカの人なんですけど、なんか国内をあっちこっち行くんですけど、なんかあっちゃこっちゃにラップトップいっぱい置いといて、使ってるんだけど、まあ、それいちいち全部管理するの大変なんで、まあ、USB1 個にしといて、それを、くすっと挿して使ってますよと、持ち歩いて使ってますよという話を、お聞きしました。で、最後はですね、これは OpenBSD Journal っていう、情報サイトがあるんですけど、そこに記事として、まあ、載せていただいたんですけども、なんか、もう捨てる、壊れた PC、からデータを回収したいんだけど、他の、まあ、似たようなシステムを使うとどうもカーネルが刺さったりとかでうまくいかんかったと。で、フグイタ使ったら割とすんなりきましたよみたいなことですね。そんなような、事例をいただきました。まあ大体こんな感じでしょうかね。ということなので、まあUSB に書いたり DVD に書くだけで、まあインストールまあ、してもいいんですけど、簡単にできるので、まあ、それで OpenBSD の特徴を生かした環境を簡単に作れる。で、今、あと、いろんな事例で説明しましたように、まあ、運用の幅が結構バラエティがあるので、いろんなモードとかメディアを組み合わせると、また変わった使い方もできたりするので、まあ、それもいいかなということで、一個作って持っとけば、ひょっとしたらいざという時に役に立つかもしれませんね、という話です。で、参考情報としてはですね、まあ、公式サイト見に行けばいいんですけど、OpenBSD 関係で言うと、OpenBSD Jump Start っていう、サイトがありまして、ここ非常にシンプルにわかりやすく、インフォグラフィック的な感じでまとまってるので、ここがちょっとおすすめです。フグイタの方は、まあ、フグイタ .org を見ていただければ、まあ、大体、まあ、情報大体ここにしかないんですけど、まあ、見ていただければいいかなと思います。はい、私からは以上でございました。